完全に結婚のタイミングを逃していた。新婚ラッシュだった30代前半、俺は仕事に邁進。もともとモテるタイプでも何でもない俺は、気づいたら43。一生独身かなと半ば諦めていた時、俺への憐れみか冷やかしか、社内で一番美人な人妻が俺を誘惑してきた。危険な情事に乗っかるかどうか、本能と理性の狭間でもがき苦しんだ。マサヤさん、私と結婚しませんか？は？え？え？上司に急ぎの仕事を押し付けられ、いやいや残業をしていると、会社の誰もが認める美人で有名な涼子さんが現れ、とんでもない提案をしてきた。あ、そっか。それじゃあ急すぎるわね。じゃあ、ふり。恋人のふりをしてほしいんだ。そう。涼子さんは既婚者なはず。にしても、ふりって。それでもそんなのおかしいだろ。涼子さん、どうしたんですか？だって、ふりする必要なんて、旦那さんいるでしょ。俺をからかっているのかと思った。涼子さんは既婚者といっても超美人。独身だったら社内の男性で争奪戦だっただろう。そんな人が俺に危険なお誘い？俺って地味に見えて実は仕事に打ち込む姿がいい男に見えるとか。緊張しつつ変な期待が胸を躍らせた。マサヤさんにしか頼めないの。困ったな。既婚者の人にそう言われても、まずいでしょう、そういうのは。マサヤさんにだけは、本当のことを言うわね。実は私、半年前に離婚してるの。心臓がドクンと波打った。驚くよね。人事には報告したんだけど、公にしないでほしいって頼んだんだ。だってほら、プライベートなことだし、いろいろ詮索されるのが苦手で。確かに、面白おかしく噂されるのは嫌だよな。ということは、この目の前にいる美しい涼子さんは独身。ってことは、振りをきっかけにもしかして。一気に喉がカラカラになってきてしまった。うちね、母が早くに他界して父子家庭なのよ。離婚したと報告したとき、ずいぶん心配させちゃってね。申し訳ないなって思ってた矢先、父が癌だって分かったんだ。気持ちが弱くなってしまって、私を一人にするのが心配だなんて言うんだ。俺は静かに涼子さんの話を聞いた。私が幸せなのを見届けないうちは、安心していけないって言い出してね。お見合いを勧めてくるのよ。再婚なんて考えてないのに。でも、父には安心して治療に専念してほしいし、それでね、とっさにお付き合いしている人がいるって言っちゃったの。断ったら絶対後悔するような気がした。涼子さんが魅力的だからっていうのはもちろんだけど、状況的に力を貸してあげたいと心から思った。わかりました。俺は何をすれば？父にね、会ってほしいの。婚約者として。俺、演技力ないですけど、大丈夫ですか？本当に付き合ってるように見せないと、父意外と勘がいいの。だから、恋人同士みたいにデートをしてください。お互いをして、仲良くなってから父に会ったら、きっと大丈夫。恋人同士みたいなデート。そのセリフに過剰反応してしまった。振りだと分かっていても、涼子さんとデートできるなんて幸運があるだろうか。わかりました。協力します。ウキウキした気持ちを悟られないよう、必死で冷静を装った。ありがとう。じゃあ、今日これから一緒にご飯食べながら、いろいろ話しませんか？そして俺は人生初ともいえる、美女と食事に出かけることになった。一緒に行ったのは、会社の人間と会わないよう、
少し離れた居酒屋に入った。お互い独身なわけで、本当なら堂々としていい関係。しかし会社では涼子さんが独身なのを知る人間はいない。なおかつ俺たちは本当のカップルじゃない。分かっていても涼子さんは人に見せびらかしたいほど綺麗だった。一方、こうしてこっそりお酒を共にするのが二人だけの秘密みたいでドキドキもした。涼子さん、なんで俺だったんですか？ビールを飲みながら尋ねた。マサヤさんの人柄を見たってなんか偉そうだね。毎日マサヤさんを見てて、この人だったら信頼できてお願いができるって思ったんだ。いつも後輩の面倒見ながら上司の無理強いを黙って聞いてるの知ってるんだよ。正直そんな風に見てくれていたことが嬉しくてたまらなかった。自分にはそれくらいしか取り柄がないからね。でも彼氏のふりならもっと見た目いいやつとかがいるでしょ。俺なんかで本当にいいの？分かってないな。マサヤさんかっこいいですよ。マサヤさんみたいな人とお付き合いしてたら離婚なんてしないで幸せになれたかもね。結婚経験もない俺、離婚の大変さなんて想像できるわけがない。でも涼子さんの寂しそうな表情を見て、どれだけ傷ついたかは想像できた。俺、離婚以前に結婚がどんなものかさえ分かってない。でも聞き上手なんで、サンドバッグ的に何でも話を聞きますよ。それで楽になってください。やっぱりマサヤさんに思い切って相談してよかった。すごく安心する。ありがとう。こんなにも優しい笑顔をする人なんだ。その瞬間、俺の中で恋心が芽生えてしまった。その日を機に俺たちは会社帰りや休みの日、こっそりデートを繰り返した。回数を重ねるごとに俺の気持ちは大きくなった。マサヤさん、こないだ好きだって言ってた映画見たよ。すっごい面白かった。私アウトドアとかしたことないけど、マサヤさん釣りが好きなんでしょ？今度一緒にやってみたい。まるで本当の恋人同士のような会話に胸が躍った。しかも完璧に思える涼子さんは実は意外と抜けている人で、昨日あまりに疲れててね、コンディショナー流さないで髪の毛乾かしてしまってびっくり。おかず作るのに集中しすぎて炊飯器のスイッチ押すの忘れちゃってた。ドラッグストアでポイントカード出すつもりが保険証出しちゃった。などケタケタ笑いながら話す涼子さんは、今まで知らなかった可愛らしい一面で余計魅力的に映った。このまま本当に付き合えるんじゃないかって思うほど、俺たちの距離はどんどん近くなっていた気がする。タイミングを計って告白しようかなんて思っていた矢先。マサヤさん、そろそろね、父に会ってもらえないかな。デートするようになって2ヶ月が過ぎる頃、涼子さんが訪ねてきた。もちろん、前よりも涼子さんのこともいろいろ分かったし、きっとうまくいくよ。ありがとう。そしてその週、俺たちは涼子さんの父親を訪ねることになった。ここでうまくいったら告白をしよう。涼子さんが俺に向ける笑顔は本物だ。その時の俺はまだ期待しか持っていなかった。お父さん、こちらが話してたマサヤさん。将来の岐阜を目の前にして俺は緊張していた。あ、はじめまして、酒井マサヤと言います。丁寧に挨拶したつもりだった。しかし、はっ、涼子、どうしてしまったんだ、こんな頼りない男。元夫の大輔の方がよっぽど良かったじゃないか。お前は十分綺麗だ。妥協するな。完全に俺を無視して、涼子さんにため息混じりに愚痴をこぼした。想定外の展開に俺は固まってしまった。涼子をよろしく頼むよと言われ、仲良くお茶を飲む図を想像していたのに、
お父さん、マサエさんは芯の強い素敵な人よ。大輔と一緒にしないでよ。私が選んだ人なのよ。涼子さんは俺の手前、必死に俺のフォローをしてくれた。涼子、男の趣味が悪いな。俺は認めない。何なんだおい、お前涼子をどうやって守るつもりだ。そんな喧嘩一つしたことがなさそうな温室育ちの顔しやがって。温室育ち、初めて言われた。確かに俺は屈強な筋肉マッチョでも何でもない。しかし成人した大人にそんなもの必要か。一人の女性を守るのは腕力ではなく包容力や経済力では。しかし立場的に反論しては余計嫌われてしまう。ああすいません、甘やかされて育ったつもりはありませんが、荒波に揉まれて育ったわけでもありません。あの、これから体を鍛えて男らしくなります。ダメでしょうか。父親は俺を見定めるかのようにギロッと上から下まですごい目力で睨んだ。口だけじゃないだろうな。もちろん本当に本気で鍛えます。わかった、俺が鍛えてやる。え、お父さんが。すごく嫌な気配を感じた。教えていただけるのですか。ありがとうございます。嬉しいふりをするのが精一杯だった。平日は仕事に行く前にジョギング、週末は運動着を着てうちに来い。いいな。はい。どんなトレーニングかなんて想像がつかなかった。しかしお父さんも若くはない。大丈夫、なんとかなると思った俺は甘かったとすぐに後悔した。マサヤさん大丈夫？うちの父若い頃ボクシングやってたんだよね。だからきっと結構無理なトレーニングを押し付けてくるかも。なんなら私から断るから。え、ボクシング？でも大丈夫、頑張るよ。一度決めたことを女性に泣きつくみたいに頼るのは男らしくない。しかもだ、俺は決めていた。お父さんに認められ、涼子さんに告白をすると。しかし実際は想像よりもかなりきつかった。初日から持てないくらいの重量のダンベルを持ち上げろと怒鳴られ、もう動けないくらいクタクタなのに腕立てをさらに100回やれという無茶ぶり。最初は口も聞いてくれず黙々と指示しか出さなかったお父さんだったが、1ヶ月通い続けると少しずつ口を聞いてくれるようになった。まだまだ弱っちいな。物になるにはまだまだ時間がかかる。早くしてくれよ、俺には時間がないんだ。ある日ポロッとお父さんが口を開いた。そんなこと言わないでください。治療したら絶対完治しますよ。俺頑張りますから、お父さんも頑張ってください。励ましたつもりだった。うるさい、お前のようなひよっこに言われたくないわ。罰としてスクワット100回追加だ。厳しい返事だったが、少し目尻が下がっていたのを俺は見逃さなかった。もう少し頑張ろう、そう思えた。マサヤさん大丈夫？本当に毎週通ってるのね。父嬉しそうだった。お父さんの指導を受けながら1ヶ月半経った頃、久々に涼子さんと仕事帰りに食事をした。嬉しそう？本当に？鬼コーチだよ本当に。でも楽しそうにしてるならよかった。俺もおかげで少しは筋肉ついてきた感じがするしね。少し？かなりだよ。スーツ着てても締まった体がわかるよ。努力の成果を褒められるのがこんなに嬉しいことだと知った。本当にありがとう、こんなこと頼んでしまって。大変だけど楽しんだ。大丈夫、俺も楽しんでるし。涼子さんはそれを聞いてすごく嬉しそうな顔をした。
そのまま告白しそうになるほど優しく温かい顔だった。とはいえ、お父さんが患っているのは癌だ。治療が始まると、あんなに強気だった人がベッドに横になって動けなくなってしまう。それでも俺は毎週末通い続けた。調子が悪い日は涼子さんも一緒だったが、あの日は俺一人だった。毎週毎週、お前はどれだけ暇なんだ。ベッドに横になっていても毒舌は変わらなかった。それだけお父さんに認めてもらいたいんです。生意気なやつめ、頼むからもっと強くなってくれ。ずっと思っていた。なぜ強さにこだわるんだろうと。お父さんの顔は真剣そのものだった。それは単に男だったら強くあれっていうのとも違いますよね。弱いくせに勘だけは鋭いのか。涼子から聞いてないのか。いえ、何も。そうか。あいつは俺に心配させまいとは何も言ってない。でもな、俺は知ってるんだ、離婚した理由を。俺は一度も聞いたことがなかった。気にはなっていたが、離婚したっていう事実だけで十分だと思ったし、涼子さんから切り出してくれるのを待っていた。元旦那の大輔は俺にはいい顔をする男だった。でも実際は涼子に手を挙げるバカ亭主だったんだ。涼子は悟られないようにしていたが、ある日隠してた青あざを見つけてな。黙ってられない俺は涼子に内緒で大輔に会いに行って離婚するように迫った。手切れ金を渡してな。あいつは嫌だって泣いたよ。俺は黙って話を聞いた。泣く泣く離婚させたはいいが、未練があるんだろうな。今でも涼子に復縁を迫ってくるのを知ってる。大輔は腕力がある。気が短くすぐに手を挙げる。そんな男から涼子を守ってくれる男じゃなきゃダメなんだ。俺は見ての通りだ。守ってやりたくても。すべてのお父さんの言動が理解できた。元夫より強くなければいけない、涼子さんを守るために。俺頑張ります。絶対に涼子さんを守ります。だからお父さん、早く元気になって俺を徹底的に鍛えてください。絶対弱音吐きませんから。お父さんは初めてニタッと笑みを見せ、言ったな、びっちり鍛えてやる。マサヤ、ありがとうな。それから俺は今まで以上に筋トレに力を入れた。お父さんの調子がいい時にはボクシングも教えてくれた。同時に俺とお父さんは以前とは比べ物にならないくらい仲良くなり、涼子さんはすごく喜んだ。そして3人で平和な日曜日の午後を過ごしていた時だった。お久しぶりです、涼子。お父さんいますか？大きな声が玄関に響いた。その声に涼子さんの体がビクッとなったのを俺は見逃さなかった。俺が出ます。涼子さんとお父さんにそう告げ、玄関に向かった。誰だお前？ああ、あれだ、涼子につきまとってる寂しい負け犬だ。残念だな、あいつは俺の嫁だ。とっさに大輔だと分かった。涼子さんは離婚してます。ここだってあなたが来る場所じゃない。帰ってください。その一言で大輔の顔つきが変わった。大きく腕を振り上げ、拳を振りかざした。以前の俺だったら何もできなかっただろう。しかしお父さんに鍛えてもらった俺はもう別人だ。大輔の動きがスローに見え、素早く攻撃をかわすことができた。そして俺は反撃をしない。
したら負けだ。しかも大輔からは酒の匂いがプンプンしていて、冷静な話し合いもできない状態だった。何度も攻撃しようとしては倒れ、その度涼子さんの名前を連呼した。俺は涼子さんに、涼子さん、警察を呼んでください。彼は泥酔していて話もできません。そう大声で叫んだ。酔っていても警察という言葉には反応できたのだろう。大輔は涼子に会いたいだけなんだよと言いながら退散していった。マサヤさん、ごめんね、こんなことになってしまって。もう限界だよね。本当のことお父さんに言うから。大輔が去った後、俺に駆け寄って涼子さんは涙声で言った。ねえ涼子さん、俺に涼子さんを守らせてもらえないかな。本当にね、涼子さんのことを好きなんだ。それは随分前からで、お父さんに認めてもらった時ちゃんと告白しようって決めてて、でも今日わかった。俺は以前とは違う。お父さんのおかげで涼子さんを守ることができる。マサヤさん、本気で言ってくれてるの？私への同情じゃなく。もちろんだよ。本気じゃなかったらこんなに頑張って鍛えたりしない。私もマサヤさんのことが好き、どんどん好きになってたの。でも私のわがままで付き合わせているならいつか終わりが来るって怖かったんだ。俺たちは終わらないよ。これから始まるんだ。うん。そんな風に思いを確認し合い、いい雰囲気でいる時だ。うん。わざとらしい咳払いが聞こえ、見るとお父さんが立っていた。まったく、俺を騙そうだなんて100年早い。お父さん、ごめんなさい。とっさに俺が謝ると。謝って済むか。いいか、来週の筋トレメニューはハードだぞ。それと涼子を大事にしなかったら俺がお前をボコボコにしてやる。わかったか。お父さんはそう言いながら、やっぱり目尻が下がっていた。はい。俺は今までで最高の返事をした。それから俺たちは正式に交際をスタート。会社にも涼子さんが独身だということを公にし、俺たちは堂々と交際をした。お父さんは俺を鍛えることが生きがいになったのか、弱っている場合ではないと懸命にガンと戦い、担当医の先生を驚かせた。それから1年後、俺たちは無事結婚。お父さんはその時点でがん細胞は消失。このまま再発がなければ完治だそうだ。孫が生まれたら3代で筋トレをすると張り切っている。あれから大輔が現れることはなかったが、いつ何があっても俺はこの家族を守るつもりだ。これが俺たちの馴れ初めです。俺の名前は戸塚陽一、43歳。6歳年上の妻理香子はかつて会社の上司だった。昔から縦にも横にも大きかった俺は一度も女性にモテたことがない。そんな俺が美人でスタイル抜群の理香子と距離を縮めたのは、ある雨の日。びしょ濡れの理香子にドキドキした俺には、その後さらにドキドキする展開が待っていた。当時俺は入社2年目のサラリーマン。彼女もいない俺の独身生活は見事にだらしなかった。部屋の中は汚く、休日はゴロゴロ過ごして暇さえあれば間食ばかり。おかげで23歳だというのにかなり貫禄のある体型になってしまった。そんな俺が密かに憧れていたのが上司の松井理香子。理香子は仕事ができる上に美人でスタイルも抜群だった。パッチリした大きな目に見つめられると大抵の男性は心奪われる。上品で凛とした顔立ちにタイトなスーツがよく似合っていて、
特にスラッと伸びた長い足が魅力的だった。俺は入社してすぐリカ子に一目惚れ。しかし体型のせいで自分に自信がなかった俺は、リカ子はおろか他の社員に話しかけることすらできなかった。そんな俺の唯一の話し相手は掃除のおじいさん。毎日残業する俺をいつも励ましてくれた。今日も頑張ってるね鈴木さん、お疲れ様です。俺が鈴木さんの名前を知ったのはリカ子がきっかけだった。他の社員たちが鈴木さんを無視する中、リカ子だけがいつもねぎらいの言葉をかけていた。鈴木さん、いつもありがとうございます。誰も気にかけないような掃除のおじいさんにもリカ子は笑顔で接していた。そんな風に人を肩書きで判断しないところも、俺がリカ子を好きになった理由の一つだった。戸塚君は毎日残業してるのか。鈴木さんはなぜか出会った時から俺の名前を知っていた。要領が悪くて仕事が終わらないんです。そうか。でも頑張っていれば見てくれてる人は必ずいるからね。頑張ります。そういえばなぜ僕の名前を知ってるんですか。戸塚君だけじゃなく、ここで働く全員の名前を覚えてるぞ。え、すごい。どうして。まあボケ防止かな。鈴木さんは大きな声で笑いながら掃除の続きを始めた。俺は残りの仕事を終わらせ、鈴木さんに挨拶して会社を出ると、外は大雨。うわあ、すごい土砂降りだ。今日雨の予報じゃなかったのに。置き傘を取りに戻った後、俺は足早に家へと急いだ。すると交差点で傘もささず信号待ちをしているリカ子の姿が。俺は信号が青に変わると同時に駆け寄った。主任、どうしたんですか。ガタガタと震えるリカ子は、雨のせいで服はびしょ濡れ。服が体にぴったりとくっつき、シャツの奥が透けて見えた。ドキドキして目のやり場に困った俺は、とっさに自分のスーツをリカ子に着せた。会社に来てくれって言われて急いで出てきたんだけど、まさか雨が降ると思ってなかったから。俺以外会社には誰もいませんでしたよ。え？驚いたリカ子は少し考えた後、悲しそうな顔で笑った。じゃあ私の勘違いね。そんな、主任が間違えるわけないじゃないですか。一体誰が。俺が問いただそうとした瞬間、リカ子が小さくくしゃみをした。とりあえず俺の家に行きましょう。すぐそこなんで。でも早く服を乾かさないと風邪ひきます。さあ。俺は半ば強引にリカ子を自分のアパートへ連れて行った。幸いアパートは会社から徒歩圏内。通勤は楽な方がいいと怠けた俺の考えがようやくその時役に立った。どうぞ、狭い部屋ですが。俺は風呂の湯を張るとリカ子を風呂場に案内し、自分の服の中からなるべく綺麗で小さなものを選んで手渡した。そしてリカ子の入浴中にゴミを片付け、散らかっていた服は押し入れに。念入りに掃除機をかけていると、しばらくしてリカ子が風呂場から上がってきた。ありがとう、服まで貸してくれて。いえいえ、服が乾くまでゆっくりしていってください。俺が振り返るとリカ子は俺のブカブカの服を着て立っていた。その姿があまりに可愛くて、俺の顔はみるみるうちに真っ赤に。俺も風呂に入ってきます。逃げるようにして風呂場に駆け込んだ。厚めの風呂に入って冷静さを取り戻した俺が部屋に戻ると、リカ子は台所に立って何かを作っていた。あ、ごめん、勝手に台所借りてる。晩ご飯まだでしょ。え、お世話になったお礼ってほどでもないけど、よかったら食べて。リカ子の作った料理はどれも美味しく、俺はあっという間に完食。美味しかったです。こんなの自分じゃ作れないな。
仕事だけではなく料理も完璧なのかと感心していると、リカ子が不意に周りを見渡した。トツカ、きちんと食事はしないとダメよ。常備してあるカップラーメンやお菓子の箱を見て、リカ子がため息をついた。冷蔵庫にもほとんど食材がないし、忙しいのはわかるけど健康的じゃないわ。運動はしてる？ いえ。もう少し引き締めないとね。生活の乱れは心の乱れ、仕事にも影響が出るわよ。はい。完璧なリカ子の言葉には説得力があった。それよりそろそろ服は乾いたかしら？ああ、多分風を当てていたので。じゃあ帰るわ。雨もそんなにひどくなさそうだし。リカ子は着替えを終えると改めて俺に礼を言った。今日は本当にありがとう。こちらこそありがとうございました。また明日。俺は咳込むリカ子に傘を渡して下まで見送った。大丈夫かな。翌日になって俺の不安は的中する。おはよう。普段なら誰よりも早く来ているリカ子がその日は遅めの出社。見るからに体調が悪そうだった。おはようございます。大丈夫ですか？俺が小声で話しかけると、咳込みながら小さくうなずくリカ子。すると後から出社した課長がリカ子に話しかけた。松井君、昨日は呼び出して悪かったね。ちょっと急用で会社を出てしまったんだ。そうですか。おや、具合が悪いのかな。自己管理もできないようじゃ社会人失格だな。ニヤニヤしながら自分のデスクに向かう課長の言葉を無視して、リカ子は淡々と仕事を続けた。昨日課長は俺なんかよりずっと早く会社を出ていた。リカ子は出張に行っていたので昨日の出勤状況は把握していない。それをいいことに課長はリカ子を会社に呼び出したのだ。また課長の嫌がらせか。周りがこそこそと話しているのが聞こえた。自分の地位が奪われないよう必死なんだよ。確かに課長は仕事ができるわけでもなく、年功序列で課長の地位についたような人だった。反対にリカ子はその仕事ぶりが高く評価され、若くして主任。そんなリカ子の存在を課長は恐れていて、毎回あの手この手で嫌がらせをしていた。周りもそれに気づいてはいるものの、下手にリカ子を助けて課長の標的になるのを嫌がった。おい松井君、ちょっと。課長に呼ばれて立ち上がったリカ子はフラフラとしていた。この資料今日中にまとめておいてくれ。渡された膨大な量の資料に俺も周りも驚いた。主任、デスクまで運びます。俺は思わず体が動いた。それを見て気に食わない様子の課長。重たくて持てないって？そんなお嬢さんだったかな。体調が悪いのを知っていてよくそんなことが言えるなと、俺は怒りで拳を握りしめた。課長、主任は昨日あんたのせいでと言おうとした時、リカ子がそれを制した。トツカ、行くわよ。これ以上何も言うなと言われた気がして、俺は悔しさをにじませながら資料を運んだ。それから就業時刻を過ぎてもリカ子の仕事は終わらなかった。今日中に頼むよ。さっそうと帰っていく課長。他の社員たちも次々と帰り、残ったのは俺とリカ子だけになった。普段のリカ子ならこんな仕事は一瞬で終わらせてしまう。しかし体調のせいもあって、その日は思うように進んでいなかった。主任、手伝います。トスカ、あなた自分の仕事は？俺は明日でも平気な仕事ですから。それより主任が心配で。大丈夫よ、このくらい大したことないわ。きっと今までもそうやって一人で頑張ってきたのだろう。それを思うと胸が苦しくなった。
主任、今まですみませんでした。嫌がらせされてるのに気づいていたのに、俺ずっと課長が怖くて。他の社員たちと同じように見て見ぬふりをしてきたことを謝った。ところが、リカ子はそんな俺に優しく笑いかけた。そんなことないわ。さっきだって助けてくれたじゃない。でも、それに私は知ってる。課長から何か言われそうになったとき、いつも戸塚がかばってくれてること。課長に嫌がらせをされそうなタイミングで、俺がちょうどよく二人の間に割って入っていたことをリカ子は知っていた。時には自分のミスを報告したり、どうでもいい用事で課長に話しかけたり、その度に俺は課長に怒られていたが、矛先が俺に向けられることでリカ子まで被害が及ぶことはなかった。あれは助けたってうちには。でも嬉しかった。ありがとう。見てくれてる人は必ずいる。掃除の鈴木さんに言われた言葉を思い出して、俺は思わず嬉しくなった。よし、やりましょう。絶対に終わらせるぞ。やる気が出た俺は気合を入れてリカ子の仕事を手伝った。それから3時間ほど経ってようやく仕事は終了。俺とリカ子がぐったりしていると後ろから声をかけられた。二人ともお疲れ様。これどうぞ。そこには両手にお茶を持った鈴木さんが立っていた。鈴木さん、ありがとうございます。俺たちはお茶で喉を潤した。松井さん、体調悪そうだね。早く帰った方がいいよ。そうします。鈴木さん、お茶ごちそうさまでした。それから戸塚もありがとう。リカ子は顔面蒼白だった。俺タクシー呼びます。しばらくしてタクシーが会社に到着。俺は下までリカ子を見送った後、片付けをしにデスクに戻った。松井さんが風邪なんて珍しいね。鈴木さんが心配していたので、俺はつい我慢できずに昨日の話をした。課長は主任だけでなく他の社員にも当たり散らすんです。まあここだけの話ですけどね。わかった、内緒にしておく。でもこの資料も完成したし、明日は課長に何も言わせませんよ。お、頼もしいね。はい、俺は決めたんです。もう逃げません。高らかに宣言すると、俺は鈴木さんに挨拶をして家に帰った。翌朝、俺が出社すると不穏な空気が社内に漂っていた。で、どこなんだ資料は。課長の大声で俺はハッとした。資料、まさか。すみません、今日中に探します。そんなこと言って本当は資料まとめてないんじゃないの。あまりの多さに投げ出して帰ったんだろう。俺は思わずその言葉に反応した。違います、資料は主任のデスクにありました。戸塚、なんでお前が知ってるんだ。手伝ったことがバレたらリカ子が怒られると思った俺は、自分は他の残業をしていたと話した。まさか俺が言い返してくるとは思わなかったようで、課長は眉を潜めた。それなら戸塚、お前が探せ、今日中にな。わかりました、必ず探します。俺はみんなが仕事をする中、ひたすら資料を探し続けた。地面を這いつくばってデスクの下やゴミ箱を漁る俺。戸塚、いいわよ、私が悪いんだから。俺を心配してリカ子も資料を探し始めた。主任は何も悪くないです。なんで頑張ってる人がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。俺の悲痛な叫びは社内に響いた。するとそばにいた社員たちが次々と資料を探し始めた。俺たちも探すよ、みんなで探せば早いだろ。彼らの言葉に俺は思わず涙ぐんだ。おい、お前ら何をしてるんだ、仕事に戻れ。課長の言葉を無視してみんなで探していると、
そこへまさかの人物が現れた。資料はここにはないよ。え、鈴木さん？そこには高そうなスーツに身を包んだ鈴木さんの姿があった。君たちが帰った後、課長が松井さんのデスクに置いてあった資料を私に捨てておくように頼んだんだ。なんだって？社員たちの目が一斉に課長に向いた。掃除のじいさんの話を誰が信用するんだ？課長はしどろもどろに言い訳を始めた。信用しなくても結構。資料は捨てずに私が息子に渡したからな。息子？俺たちがポカンとしていると、なんと資料を持った社長が課長のデスクにやってきた。話は父から聞いたよ。松井さん、すまなかったね。今回だけではなく、調べるのにいろいろと時間がかかってしまった。社長。課長の噂は以前から私の耳に届いていた。真相を知りたくて父に協力してもらったんだ。え、じゃあ鈴木さんでもしかして会長？ああ、戸塚君、内緒にしていてすまない。正直この会社で会長の顔を知っている者はいなかった。話では現役を退いたと聞いていた。しかし会社のことが気がかりだった会長は、掃除をしつつ社員たちの仕事を見守っていたらしい。まさか掃除のおじいさんが会長とは誰も思わんだろう。鈴木さんは俺に笑いかけた。それを聞いた課長は真っ青。課長は後で社長室に来るように。そう言うと社長は資料を理香子に渡して社長室に戻っていった。私も行こうかな。みんな仕事頑張って。また時々掃除しに来るから。呆然と立ち尽くす俺たちに会長は笑顔で声をかけて去っていった。その後、社内が会長の話題で盛り上がったのは言うまでもない。それから2週間たち、課長は他の部署へ移動になった。しかし、あの一件で評判がガタ落ちした課長は、移動した部署でも肩身が狭く早々に退職。噂で聞いた話によると、奥さんも愛想を尽かして課長の元を離れたらしい。こうして社内には平和が訪れ、理香子は主任から課長に昇格することが決まった。主任、おめでとうございます。ありがとう、戸塚のおかげよ。そんな、俺はただ好きな人のために何かしたかっただけです。突然の告白に理香子は驚いていた。俺、今まで自分に自信が持てなくて、でも主任を思う気持ちだけは誰にも負けない自信があります。俺の顔は耳まで赤く、声は震えていた。そんな姿を見て理香子は優しく微笑んだ。私が課長からいろいろ言われてる時、助けてくれたのはいつだって戸塚だった。それまではずっと一人で耐えてきた。そして俺の手を取ると、自分の両手でそっと包み込んだ。でも今はあなたがそばにいてくれる、それだけでとっても心強いの。主任、俺まだまだ未熟者ですが、これからもっと仕事も頑張ります。主任のことも幸せにします。それはどういう意味？はっきり言って。上目遣いで見つめる理香子を俺は思わず抱き寄せた。俺と付き合ってください。にっこりと笑ってうなずく理香子につられて、俺もまた笑顔になった。これからよろしくね。私と付き合うの不安？ちょっとまだ自信が持てなくて。俺が苦笑いすると理香子が俺の耳元で囁いた。大丈夫、あなたが思っているよりずっと私はあなたのことが好きだから。それを聞いた俺は理香子に思わず口づけをした。付き合った翌朝、理香子は早速俺の部屋に遊びに来た。さあ、やるわよ。突然
服のボタンを外し始めた。それを見て慌てふためく寝起きの俺。ちょっと主任、いきなりどうしたんですか？心臓が今にも飛び出してしまいそうなくらいドキドキしている俺を見て、リカ子はクスッと笑った。ジャージに着替えるの。え、ジャージ？急いで着替えると、リカ子は俺を外に連れ出した。これからあなたの健康のために毎朝走るから。そんな、朝から走ったらバテて仕事できなくなっちゃいますよ。それが意外とそうではないの。行くわよ。こうして俺はその日から毎朝一緒にジョギングすることに。初めのうちは早起きして走るなんてと思っていたが、走ってみると意外と気持ちが良かった。しかも嬉しいことに、ジョギング後は頭がすっきりして仕事がスムーズに進んだ。早起きは三文の徳って言うでしょ。リカ子の言葉通り、俺はジョギングを始めてから体重が減少、さらに仕事も順調に進むようになって、残業することもなくなった。俺はリカ子のおかげで身も心も引き締まっていいことずくめ。リカ子も俺が変わっていく姿を見て嬉しそうだった。俺とリカ子はそれから1年間の交際を経て結婚。リカ子はその後も仕事を続けたが、息子の出産を機に家庭に入った。今では息子も高校生になり、来年は大学受験。目指す大学は家から遠いので、合格したら一人暮らしする予定だ。息子と離れるのは寂しいが、これからはリカ子と夫婦水入らずの時間を楽しんでいきたい。相変わらず仲のいい俺たちは、年をとってもジョギングを続けている。おじいさんとおばあさんになったら手を取り合いながらウォーキングでもしようか。俺が笑いながら言うと、リカ子は笑顔でうなずいた。いいわよ、あなたと一緒なら何でも楽しいから。俺はそれを聞いて言葉にならないほど幸せをかみしめた。これが俺たちの馴れ初めです。俺の名前は山本健太。中小企業のサラリーマンをしている。俺の見かけは決していいわけではないが、不細工でもないと自分では思っていた。しかしなぜか新しく入ってきた会社の受付嬢は俺を毛嫌いし、見下す態度ばかりを取ってきた。なかなかの美人で、密かに俺のタイプでもあった女性だったから、正直かなり傷ついた。そんな女性の驚くべき秘密を知り、俺と彼女の関係は急展開することになった。松永さん、今日もニコニコ可愛いな。朝からあの顔を見られると元気出るよな。同僚の林がご機嫌で俺に話しかけてきた。うん、知ってる。ただし俺以外限定でな。松永彩子さんは可愛い。笑うと特にな。2ヶ月前から働き始めた彼女、俺も気になっていた。仲良くなりたいなと思い、積極的に声をかけてみた。しかしショッキングな返しでノックアウトしてしまった。おはようございます、山本と言います。これからよろしくお願いしますね。わからないことがあればいつでも力になりますよ。あれ、聞こえなかったのかな。おはようございます。もう一度挨拶をしてみた。ふっ。え、今鼻で笑った？山本さんって女性みんなにそうなんですか？かわいそう。え、かわいそう？親切で言ったつもりが何？この上から目線なんでだ。何をした覚えもないのにこの対応。理由がわからない邪険な扱いほど傷つくことはない。しかし俺は確実に嫌われているんだという事実を後に知ることになった。松永さん、なんで山本さんに冷たいの？ある日の昼休み、給湯室で女子たちがおしゃべりしている声が聞こえてきた。
俺の話題だと知り、思わず聞き耳を立ててしまった。だって、いかにも私を誘ってるような目つきで話しかけてくるんだもん。私、山本さんみたいな下心がある人って苦手なの。しかもなんか、出世しなそうだしね。そんな風に思われていたのか。俺、そんないやらしい話し方したか？してないはずだぞ。出世しなさそうとか、気になる女性にそんなことを言われるだなんて思いもせず、振られる以上に傷ついた。それ以降俺は意識して増永さんには関わらないようにした。言われのない抽象で腹が立っていたのも事実だった。それから1ヶ月が経った週末、俺は大学時代の友達渡辺と久しぶりに飲みに出かけた。居酒屋で夕食を兼ねて軽く飲み、その後渡辺が気に入っているというガールズバーが2軒目、3軒目どこに行く？と話している時には、いい感じにほろ酔いになっていた俺たちはキャバクラのキャッチに捕まった。1時間セット料金5000円、うちは高級店にも負けない美人揃いだし、マナーも完璧、遊んでってよとか言って、会計でびっくりすることになるんだろう。酔っていてもその手には乗らんぞ。断ろうとするもキャッチの男は粘った。お客さん、わかりました、延長料金3000円分サービス、1時間半楽しく飲んでってよ。渡辺と顔を見合わせ、まあそれならお試しで、意気投合し試しに入ることにした。キャッチが言う通り、キャバ嬢は美人が多かった。ラッキーだったななんて小声で言い合い、女の子たちが来て俺は言葉を失った。はじめましてと言って、俺たちのテーブルに座った2人の女性の1人が松永彩子さんだった。松永さんも驚いていて、明らかに顔がこわばっているのが分かった。ピーチです。松永さんは小さな声で挨拶し、俺の隣に座った。ぎこちない俺に、あの、なんでここに来たんですか？誰かに聞いたの？小さな声で都合悪そうに聞いてきた。たまたま外でキャッチされた。松永さん、なんでここで働いてるの？し、ピーチ。あ、そうだ、ここは会社じゃなかった。ごめん。悪いこと言わないから今すぐ帰って。気が変わったとかなんとか言って。おいおい、プライベートでまで俺を毛嫌いするのか？少なからず今俺は客だよな。どれだけ俺のこと嫌いなの？少し強気に聞いた。心のどこかで松永さんの弱みを握った強みもあったのかもしれない。そういうことないけど、てかそういう鈍感なところが嫌いなの。黙って帰れって言われたら帰ってよ。うわ、なんだその物言いは。俺たちのやりとりは旗から見たら揉めているように見えたのだろうか。黒服がやってきて、お客様、何かご都合ありましたでしょうか？と聞いてきた。松永さんを見ると罰が悪そうにしている風に見えた。渡辺は楽しそうに女の子と話をしているし、ここで俺が帰ると言い出したら言いなりになるようで負けた気がする。黒服に何でもありませんよと愛想よく答え、俺は1時間半楽しむことにした。ピーチちゃん、なんか楽しい話してよ。最近どう？ほろ酔い状態なのと立場逆転なのが少し嬉しくて、何もなかったかのように話しかけた。楽しいこと？ああ、枯れたと思ってて観葉植物が生き返ったこと。え？私、植物を育てるセンスがないみたいで、買ってもすぐに枯らしてたの。今回もまたって思ってたら、今朝クタッとしてた葉っぱが元気になってたんだ。松永さんはすごく嬉しそうに笑顔で話していた。
こんな顔できるんだ。この会話だけを切り取ってみれば、本当に可愛い女性なのに。観葉植物って話しかけるといいって言うよね。え？本気で言ってるの？山本さんって変わってるのね。植物に話しかけるの？いや、うちにはないけど。あ、もし観葉植物あったら話しかけるよ。どうせ家で一人だし。聞いてみたい。どんな話するのか。あれだな、やっぱり会社の受付の子が意地悪でとかめちゃくちゃ愚痴るな、多分。いじりのつもりで言った。きっとうまく返してくるんだと思ったが、予想外に松永さんは無言になってしまった。あ、ごめん、そういうつもりじゃなかったんだ。ううん、大丈夫、分かってるから。その後はさすがプロ、空気を変え、会社ではありえない松永さんの笑顔を見ながら会話が弾んだ。しかし問題は会計の時だった。セット料金2人分で1万円、サービス料と女の子のドリンク代合わせて、え？トータル10万円？そんなわけあるかよ。酔いが一気に冷め、俺たちは固まってしまった。松永さんをちらっと見ると、彼女はずっとうつむいたまま。クレーム言ったら怖い人が出てくるっていうオチなのかな。俺たちは善良な一般人、面倒なのも痛いのもごめんだ。仕方なく泣く泣く支払って店を後にした。とにかく後味が悪かった。ぼったくられたこともそうだし、そんな店で松永さんが働いていて何も教えてくれなかった。どれだけ俺を下に見てるんだ。渡辺は最初、出るとこ出るかなんて言っていたが、嫌われているし気にしなくてもいいのかもしれないが、松永さんが気がかりで大事にはしたくなかった。週が明け、出勤した時だ。俺はいつものように松永さんを素通りしようとした。山本さん、おはようございます。松永さんが駆け寄ってきた。ああ、大丈夫ですよ、誰にも言いませんから。ぶっきらぼうに言って立ち去ろうとした。そうじゃなくて、あの、お話があります。今日仕事が終わってからお時間作ってもらえませんか。松永さんは真剣な顔をしていた。キャバクラでの話なのは容易に推測できた。話だけは聞いてあげよう。わかりました。いいですよ。初対面から毛嫌いされ、キャバクラで遭遇した途端、態度を変えてきた松永さん。そんな心配しなくても、俺は口外するつもりはないのに。きっと事情があって働いているんだろう。あんな店だったから余計、おせっかいながら心配だった。お疲れ様。松永さん、大丈夫？俺は待ち合わせたカフェに着くなり確認した。松永さんがすごく緊張しているように見えたから。だから言ったのよ、帰ってって。ああれは俺の相手をしたくないという意味ではなく、守ろうとしてくれたのか？違う意味だと思ってた。知ってて働いてたの？松永さんは質問に答えることなく、すっと封筒を差し出した。これ、お友達の分も。これで全部なかったことにしてくれる？厚みから見て、お金だとすぐに分かった。そういうことじゃなくてさ、なんで、あんなところで働いてるの？お金はもちろん大事だけど、あんなお店で働いている真意を知りたかった。何でもするから許して。松永さんは泣きそうな声でそう言って下を向いてしまった。許すも何もさ、それよりね、心配なんだ。大丈夫なの？ああいうお店はさ、やばいんじゃないの？
な意地悪な態度しか取らなかった私なのに、優しくしないで。なんで嫌われてるのかなって少し悲しかったけど、でもさ、人には好みってあるし、そればっかりは仕方ないよ。でもさ、そのことと松永さんの抱えてる問題は別でしょ。俺でよかったら話聞くよ。そういうところなのよね。私、無条件に優しい人嫌なの。その優しさを受け入れた瞬間、去っていく。心を開いた人に去られることほど悲しいことないでしょ。浜本さん、優しすぎるのよ。松永さんの言葉にとても重みを感じた。何か嫌な経験があるのかな。俺は黙って耳を傾けた。山本さんがどうだとか言うんじゃないから、あの店で働いているのはあなたみたいな人に騙されたの。優しく近づいてきて心を許した途端に豹変。もうそんな経験したくないの。だから山本さんみたいに優しく見える人は嫌い。黙って聞く俺に松永さんは続けた。借金があるのよ。その人に騙されてお金取られちゃって、しかもお金借りなって言われて借りた先がそういう怖いところだった。ああ、そういうことか。本当に騙される女性っているんだな。まあよく言えばその分まっすぐな人ってことかもしれないけど。お金借りた時の契約書はある？それとあの店ではどれくらい働いてるの？給料は？俺の兄貴が金融会社に勤めていたこともあり、金融関係に少しは知識があった。そんなグレーな会社のローンは大抵が法外な利息を吹っかけている。弁護士に依頼すれば借金がゼロになることだってあり得る。俺は自分が持っている情報を松永さんに詳しく教え、あの店で働き続けることはやめた方がいいと勧めた。客がやって一理なしだ。困っている人を助けるのは嫌じゃなかった。一方で松永さんとのこれまでの経緯を考えれば、どこまで踏み込んでいいのか悩みはあった。しかし松永さんが観葉植物の話をして笑った時の顔は演技とは思えなかった。あんなに無邪気に笑えるんだ、本当は心優しい人なのでは、なんて考えていた。優しい人ほど騙されやすいし傷つきやすい。それから3週間ほど経った頃、またもや松永さんに呼び止められ仕事帰りに会うことになった。少なからず松永さんがどうなっていたか気になっていたから、俺は張り切って待ち合わせ場所に向かった。山本さん、本当にありがとうございます。弁護士さんに相談していろいろ計算してもらって全部解決しました。もうあのお店に関わることもなくなってすごく嬉しい。よかったじゃない。ずっとあんな人を騙すようなお店で働いているっていう後ろめたさと恥ずかしさがあったの。あの山本さん、お礼させてほしいんです。お礼なんていいですよ。あー、じゃあせめて朝の挨拶だけはしましょうか。松永さんの顔はパーッと赤みを帯び、本当にごめんなさい。山本さんはそんな人じゃないのに、私の勝手な思い込みであんなひどいこと。それくらい嫌な思いしたんだよね。まあその人と俺は別人だからね。でもさ、それは松永さんの心の問題だから、嫌なものは嫌よな。だからせめて挨拶だけ。朝をさ、形だけでも気持ちよく迎えたいじゃない。はい。もしかしたら松永さんはお礼にご飯でもとか言うつもりだったかもしれない。でも無理に苦手な男とご飯に行く必要なんてない。俺は人としてできることをしただけ。しかし翌朝から松永さんは別人のようになった。出社する俺を見つけると
山本さん、おはようございます。明るい声で笑顔つき、その変化に隣にいる受付の女の子も驚いた顔をしていた。おはよう。その代わりように当然俺も驚いた。たかが挨拶だが、今までが今までだった分ギャップは大きく、自然と意識してしまった。それが毎日続き、時に外回りから戻ってきた俺に駆け寄り、お疲れ様です、お疲れみたいなのでこれどうぞ、そう言って栄養ドリンクまでくれることがあった。迷惑をかけたというお詫びのつもりかもしれないが、俺は単純だ。見下されていたことなどなかったかのように松永さんが気になりだしていた。松永さんは俺みたいな男に騙されたと言った。でも俺とその人は違う。それを分かってもらいたいと思うのと同時に、俺は勇気を出して松永さんを食事に誘うことにした。本当にいいんですか？嬉しい。あんな態度取っていて都合いいですが、山本さんともっと話したいなって思っていたから。その言葉がそのまま嬉しかった。食事はすごく楽しい時間だった。あのキャバクラでのおしゃべりよりももっと自然体で、松永さんの人柄の良さがよく分かった。松永さんは嫌味な女性でも何でもなく、ただ優しいから弱みにつけ込まれただけだ。帰り道、自然と口数が少なくなってきた時、松永さんが突然立ち止まり、山本さん、こんな私だけどお付き合いしてくれませんか？嬉しくもあったが驚きもあった。よほど驚いた顔をしていたんだろう。松永さんは間髪入れずに、またずうずうしいのは分かってるの。でも山本さんはただ優しいだけじゃなくて、私の気持ちを本当に分かってくれる気がして、そう思ったらもう止められなくてごめんなさい。優しいって言われて悪い気はしないけど、でも勘違いしないでほしいんだ。俺は上辺だけの優しさは優しさではないと思ってるんだ。そうよね。私を騙した男と一緒にするなんて失礼な話よね。ごめんなさい。そんな女嫌だよね。ああ、そういう意味じゃないんだ。何が言いたいかというと、俺ならちゃんと松永さんを理解して幸せにできると思うって話で、だからこれからゆっくりお互いのことを知っていきたいなって。よろしくお願いします。そう言うと松永さんはすごく嬉しそうな顔をして、俺の両手を握って喜んだ。こうして俺たちの交際はスタートした。俺が持っていた松永さんのイメージはどんどん変わり、横柄な態度は皆無。俺のことを本当に大事にしてくれ、俺はどんどん松永さんに夢中になった。彼女が負った傷を癒し、思い出す必要もないくらい俺も松永さんを大事にしようと思えた。それは結婚した今も変わらない。こうして出会えたことに感謝している。これが俺たちの馴れ初めです。俺の名前は瀬川明宏。中小企業の経理部に就職して数年が経った。馴染みある高台の公園を横切って出社することにも慣れた。子供の頃、県外に引っ越すまでは毎日のようにこの公園で遊んでいたのだ。だからだろうか、この公園を見るたびに既視感に襲われていた。もう少しで何か思い出せそうなのに記憶にもやがかかる。俺はずっと大切な思い出を忘れていたようだ。そんな俺の記憶を呼び戻してくれたのは思いもよらない人物だった。どうして彼女が。白くて柔らかい肌が触れたのを感じた時、俺の人生は激変することになったのだ。瀬川は他部署から領収書来たから経費精算な。あと小口計算のダブルチェック。わかりました。課長の分の仕事を回されていると分かっていても、文句を言いたい気持ちをぐっと抑えた。黙々と領収書の金額を打ち込んで電卓を叩く。その月は棚卸しもあったから
こんなことで時間を取られているわけにはいかなかった。いつも課長からは通常の倍の仕事を命じられる。それが俺の毎日。昼に近づいてようやく終わりのめどが見えてきた。瀬川君、まだ領収書の計算してるよ。仕事遅すぎじゃない？そりゃあ君たちの倍の領収書の打ち込みしてますから。小口計算のダブルチェックもさっき終わったって感じだったよね。無能社員は給料泥棒でいいよね。ダブルチェックって俺がダブルでするだけなんで時間がかかるんですよ。普通は課長がしてくれるもんなんですけどね。うっすらと聞こえてくる周りの声に心の中で返事をした。経理部の同僚たちは俺のことを無能社員だと思っている。瀬川、まだ終わってないのか？もういいから弁当買ってこい、いつもの。わかりました。残りの仕事を置いておきます。仕事が残り少なくなったのを見計らって課長はいつも俺を買い出しに行かせる。まったく、まだこんなに残ってるのか。瀬川は本当に仕事できねえな。大きな声でため息をつく課長の声を後ろで聞きながら俺はオフィスを後にした。瀬川！会社近くの弁当屋に並んでいると同期の松沢に声をかけられる。俺は経理部、彼は技術部と部署は違うが進行は続いていた。生姜焼き弁当と海苔弁一つ。ああ、海苔弁、ご飯大盛り一つ追加で。ないよ。おばちゃんがご飯をよそいに行った後、ぎろりと松沢を睨む。お前、並べよ。これくらい同期のよしみだろ。まだ瀬川はあの課長にこき使われてんの？いい加減人事に訴えろよ。いいんだよ。どうにか仕事は回ってるし。本当は有能なのに、無能だってバカにされて腹立たねえの？俺が有能かどうかなんてわからないし。暗い暗い。よし、ここは列に入れてくれたお礼に俺が何とかしてやるよ。はいはい、気持ちだけ受け取っておくよ。松沢はお調子者なところがあるから、いつも話半分に会話を聞き流していたのだが、本日付で課長補佐として異動になりました相原咲子です。突然の人事からの異動に経理部はざわついていた。経理部にやってきた彼女は社内でも美人だと有名な相原咲子だったからだ。少し釣り気味の目元は彼女を冷たく見せているが、すっと通った鼻筋に小ぶりの厚い唇がハート型の小さな顔に黄金比のごとく収まっている。背中まである黒髪を一つにまとめていて、凛とした背筋からはそそとした雰囲気が漂っていた。ただ彼女が社内で有名なのは他にも理由がある。美人で一目置かれる相原さんだが、仕事ぶりが有能なだけじゃなく鬼のように厳しいと話題になっていた。普段は総務課にいる彼女だが、ことあるごとに様々な部署に異動になっているため社内の監査を補っているのではないかと噂されていた。事実、課長も彼女の異動にびくついている。松沢のやつ、人事に経理部の現状を匂わせたんだな。経理の課長業務が一社員が理由で滞っていると聞いています。他社員の仕事の采配は私がしますので、課長は自分の仕事に邁進なさってください。何か？いえ。皆さんは通常業務をこなしてください。私がそれを見ながら指示していきます。課長の顔は真っ青だ。そりゃあそうだろう。普段は課長の仕事を全て俺がやっているのだから、わからないことだらけじゃないか。ふと視線を感じると相原さんがじっと俺を見つめてきていた。目が合うとすぐにそらしてしまう。もしかして無能社員は俺だと聞いていたのだろうか。始業から2時間が過ぎた頃、俺は午前中の通常業務を全て終えていた。今までの仕事量が半分になったからだ。
このまま午後の打ち込みを始めてもいいかと思ったが、そうなると午後は手狭になる。俺はこっそり相原さんに他に仕事がないか聞きに行くことにした。すみません、午前の業務は終わりましたが。え、もう？一応、他にできることありますか？いつも瀬川くんはこんなに早く終わるの？ああ、たまたまというか、なんというか。じゃあ、こっちの書類を。わかりました。でも、これくらいの量だと1時間もかからないと思います。だったらこっちも。もし終わらないなら午後に回してもいいから。いや、昼前には終わるかと。また声かけさせてもらいますね。相原さんはあっきに取られた顔で俺を見ていた。それから俺は相原さんの指示で仕事をするようになったが、課長のように無茶ぶりな仕事を持ってこないため、業務はスムーズに進んでいた。来年度の予算の相談までできる余裕ぶりだ。やっぱり瀬川くんはすごいのね。やっぱり？あ、なんでもないの。早く終わった分は休憩を取ってていいから。周りも相原さんのやりとりを見て、俺が無能ではなかったことに気づき始めていた。鬼上司って言われてる相原さんの指示を難なくこなしちゃうなんて、瀬川くんって実はかなりすごい人だったんじゃない？ノーアルタカは爪を隠すってやつ？それからは無能社員ではなく、俺は有能な社員だと周りに認識されるようになり、白い目で見られることも少なくなってきた。昼近くなると数人の女子社員にランチに誘われるくらいに周りの態度は変わってきた。でも仕事の出来次第で態度が変わることに俺は不快感を抱く。人間だから当たり前のことなのかもしれないが、割り切れないものがあった。瀬川くん、よければこれから少し飲みに行かない？就業時間、俺は一人の女性社員からデートの誘いを受けていた。昼の誘いは簡単に断ることができるが、アフターファイブの誘いは意味が違ってくる。どう断れば角が立たないかと考えていたのだが。ダメよ。相原さんが俺と女性社員の会話に入ってきたのだ。まだ仕事がありましたか？残業なら私も付き合っちゃうよ。飲みはその後でも。瀬川くんはそういった誘いは乗れないの。え？俺は思わず目をパチクリさせる。なんでプライベートまで相原さんが？瀬川くんと関係があるんですか？ごもっともな意見を女性社員が指摘してくれた。俺はそこまで人の気持ちに鈍感ではない。普段は鬼上司な彼女だけど、もしかして俺のことが好きだったりするのか？関係はあるわ。私は瀬川くんの前世の嫁だから。え？あまりに突拍子のない相原さんの言葉に、経理が全体の時間が止まった気がした。相原さんってそっち系の人だったの？スピリチュアルちゃんのヤバいタイプ？周りに囁かれる悪意に俺は既視感を覚えた。周りの冷たい軽蔑しきった目、腫れ物に触るような言葉の数々。俺はこの空間に子供の頃いたことがある。そうです、相原さんは前世からの俺の嫁って思えるくらいに運命の相手なんです。相原さんを何とか助けたくて思いついた言葉を口にした。俺の告白とも取れる言葉に周りはわっとなる。相原くん、思い出してくれたの？でも真っ先に反応したのは相原さんだった。顔を真っ赤にした彼女の瞳は嬉しそうに輝いている。思い出して、彼女の言っている意味がわからなくて、俺は頭にハテナを浮かべた。それを読み取ったのか、相原さんはがっかりした表情に変わる。仕方のないことなのに、ズキンと胸が痛んだ。とりあえず一緒に帰りましょうか。うなずいた相原さんと一緒に駅までの道をたどる。高台の公園に差し掛かった時、
彼女をベンチに誘った。俺、子供の頃はこの町に住んでたんです。だからこの公園もなんとなくですけど懐かしくて。知ってるわ。相原さん、瀬川くんが昔この町に住んでいたことも、この公園に毎日遊びに来ていたことも。どうして？前世の嫁だから。俺は大きくため息をついた。相原さんはどうしちゃったんだ？相原さん、なんでそんなことを言ったんですか？その質問をされること自体が悲しいわね。だって前世なんてありえないですよ。ずっと同じ会社にいたのに接点なんてこれまでなかったし。瀬川くんはそう思うのね。相原さんは笑っていたが、瞳は悲しんでいるのが分かった。それからどんな質問をしても彼女が答えてくれることはなかった。相原さんの気持ちがわからない。前世の嫁だというなんて、俺を好きなように見えるのに、相原さんは決定的な言葉を口にしてくれない。あの時、俺が困っていたのを分かって助け舟を出してくれただけなのだろうか。でも助けるにしたってあんな助け方。その日、俺は悶々として眠れない夜を過ごしたのだった。翌朝会社に出勤すると、俺は予想外な視線にさらされることに。てっきり相原さんとの仲を生温かい目で見られると思っていたのに、周りの雰囲気は冷たい。不思議に思っていると、珍しく松沢が経理部までやってきた。瀬川、ちょっといいか？休憩室で松沢が話してくれたのは、信じられない内容だった。俺の実家はやばい宗教一家で、スピリチュアルを歌って金儲けをしている詐欺だと、社内メールで書き込みがあったらしいのだ。ご丁寧に母親が占いをしていた頃の記事まで添えられていた。瀬川、これ本当なのか？宗教一家じゃないし、勧誘もしていないけど、母親が占い師ってのは本当だよ。客も取って占ってた。え、すげえじゃん。松沢みたいな反応をしてくれるやつばかりだったらよかったのにな。占いって必ずしもそのままの運命に進むわけじゃないんだ。超能力でもないし。だからインチキ占い師とか宗教詐欺とかないことまで抽象されることも多くてさ。そんな。子供の頃引っ越しが多かったのも母親の占いが原因だったんだ。近所で話題になりすぎて冷たい目で見られるようになっちゃって、まさか会社でもそうなるとは思わなかったけど。瀬川くん。休憩室に焦った様子で相原さんが駆け込んできた。俺行くな。もう社内メールは出回ってるから止めようがないけど、送り主が誰かは突き止めて瀬川に教えてやるよ。松沢だって仕事あるのに。いいよ、気にしないから。俺が気にすんだよ。技術部なめんな。松沢が去っていくのを見守っていると、相原さんから声がかかる。瀬川くん、大丈夫？相原さんも社内メール見たんですね。まあ事実もありますから、母親のせいで嫌になっちゃいますよ。だから俺、前世とかスピリチュアルとか好きじゃないんです。そんな、瀬川くんのお母さんは素晴らしい人じゃない。うちの母親を知ってるんですか？あなたが思い出すまで言うつもりなかったけど、私、瀬川くんにも瀬川くんのお母さんにも会っているの。え？子供の頃、瀬川くんはあの公園で毎日のように近所の子と戦ってた。お母さんはインチキなんかじゃないって。一人でも一生懸命戦うあなたを見ていられなくて、私毎日助けに行ってたの。年齢も私が上だったし、体も大きかったから他の子に負けることもなかったわ。俺を助けに。俺を蔑む多くの目と公園の記憶が重なり、一つの風景が見えてくる。ずっと忘れていた大切な風景だ。俺の目の前に広がる大きな背中。もしかして、サキ？
思い出してくれた？でもさっきって男の子じゃ。失礼ね。私はずっと女の子よ。当時4歳だった俺は、2つ年上だったサキをヒーローのように思っていた。体も大きく、いつもいじめっ子を蹴散らしていたサキを女の子だと感じたことはない。髪の毛も短かったし、子供だったから性別なんてわからなかったかもしれないけど。サキが相原さん、外見変わりすぎですよ。あら、外見が変われば態度も変わってしまうのかしら？いや、外見よりも性別が変わったことで態度は変わります。アキちゃんらしいわ。アキちゃん、本当にサキなんだ。アキちゃんが引っ越す前、公園で打ち所が悪かったのか意識を失っちゃったことがあるの。私が背負って家まで運んで、その時お母さんに会ったのよ。優しい人だった。アキちゃんが心配だろうに、まずは私にお礼を言ってくれて、一緒に病院まで行ったの。そんなことが。その事故でアキちゃんの記憶は薄れていたのかもしれない。お母さん、アキちゃんが軽い脳震盪だと分かって帰るときに、私たちは引っ越しちゃうけど、二人には運命があるからまた会える。サキちゃんは、アキヒロの前世からの嫁だからって言ってくれたのよ。もしかして、サキはそれを。悪い？ずっと信じてたの。車内ですれ違ったとき、アキちゃんに何も反応がないから、忘れられていたことにショックを受けたわ。だからもう諦めようとしていたのに、人事の異動でもっと近くで会うことになっちゃうんだから。運命。もう一度感じちゃったわけ。でもアキちゃん、あなたを本当に好きだと思ったのは経理部で一緒に仕事をしてからなの。焦って前世の余命なんて発言しちゃった私をすぐにかばってくれたでしょ。子供の頃もいじめられっ子のくせして危ないと思うとすぐに私をかばおうとしてくれてたもの。先には助けられてばっかりだったから、少しでも恩返しがしたかったんだ。大人になっても優しいアキちゃんを好きになったの。瀬川明宏くん、正式に私と付き合ってくれないかしら。俺は迷わず先の手を取った。ここまで俺を思ってくれる女性を拒否する選択肢なんてないだろう。俺たちは隠さずに社内恋愛をスタート。そしてサキが前世の嫁発言したことを逆手に取った。俺たちの幸せそうな姿にこの目論みは大当たり。しばらくすると母親に占ってほしいという女性社員がちらほらと現れた。そしてあの社内メールを送った犯人は課長だったことが発覚した。無能社員として手よく使ってきた俺が使えなくなり、自分が困った立場になったことが腹立たしかったんだろう。ね、瀬川はどうすんの？課長のことか。俺が証拠も割り出してやったけどさ、こっから先はお前にも選択権があるから。どうもしないよ。松沢には悪いけど、社内の空気も咲のおかげで戻ってきたし。そっか。で、以前の俺なら言ってたかもな。え？俺、咲と付き合い出してからいろいろと思い出したんだ。ことなかれ主義じゃなくて意外と好戦的だった自分とかさ。そして俺は人事に課長の悪事を訴えた。その後課長はほどなくして地方に飛ばされることになった。もともと仕事ができる人ではなかったから異動もすぐに決まったらしい。今俺は経理部の課長として働いている。先の推薦もあったが、純粋にこれまでの実績が認められたようだ。俺は昇進が決まってすぐ先にプロポーズした。前世だけではなく現世でも先を嫁にしたいと思ったからだ。今嫁になった先のお腹の中には新しい命が宿っている。母親が双子だねと言っていたから騒がしい日々になりそうだ。今度こそ俺は運命を信じる。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー良かったと感じた視聴者様は、
いいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。